今日は、大洲市長浜に来ておりまして、今日はですねそこまで実は暑いっていう暑さじゃないんですけれども、暑くなったら食べたくなるものが去年もここで紹介してるんですけど、誠屋さんというパン屋さん、ね、なんですが、ここに今年もやってまいりました。あ、こんにちは。ちょっとね時間帯が夕方なんで、もうこれ、あ、撮ってください。ずらっともうね結構人気のパン屋さんなんで、いろいろと売り切れが多いんですけども、このメロンパンとか、はい、美味しいですよ。あんの粒あんのパンがあったり、これ抹茶のあんパン、これも珍しい、クッキーパン、クッキーの生地を乗せて焼いている、パンの中にホイップクリームをサンドしています。これ結構大きくてずっしりなんですけども、173円とリーズナブル。あ、ここら辺はちょっとあの懐かし系なんですけどね、チョコがけのクリームパン、どれもね本当ボリュームがあって、あとこの調理パン系なんかももう迷うんですよ、とにかく。それと、あ、これ食パン、誠屋といえば食パンを買い求めに来る方が多いんですが、さっき言ったのが、あ、すいません、いらっしゃいませ。ありがとうございます。もう目視線に入ってるので、あのこれドーンとアップで、夏限定誠屋のキュウリドッグ、今年もはい、ぜひあの大洲さんの新鮮な美味しい野菜を食べていただきたいという気持ちで、今日はあの本当にあの試作品がてらにあのプレオープンでちょっと作ってみましたので、今日実はあの、はい、取材のお願いをしてから来たんですけども、はい、初キュウリドッグを僕の YouTube のために、そう、ぜひ食べていただきたい、あのぜひ見ていただきたい。なんか事前の問い合わせがめちゃくちゃあるんですって。そうなんですよ、あの去年食べた方がぜひ今年も食べたいっていうんで、いつからですかっていう製造がなかなかあの、もうこれ手作りで、あの中のソースも家内があの作ってくれるんですけど、あの他の注文こなしながらなので、なかなかちょっと今年は始める時期がなかなか見定められないので、はい、どうしようかと思って、そのまだ悩んでらっしゃるんですか。まだ悩んでるんですよ、まだ対応、まだお客様の対応しながらの、ちょっといつからかな、できるかなっていう形です。じゃあちょっと編集するのをゆっくりして次週に流した方がいいかもしれませんね。そうですね、そこら辺はまあ見てる人はいつ見てるかはあれなんですけども、はい、でもあの楽さんの YouTube を見て、あの食べさせていただきましたいうあの方ってあの結構多いので、嬉しい、はい、だからあの皆さん味分かっておられますので、はい、あのまあ、また待っていただいて食べていただいたらと思うんです。これはボリューム満点、珍しいでしょう、僕ここでしか見たことないんですよ。キュウリが1本入ってるんですよ。これちょっと特別にここで開けていいですか。はい、去年もねここ あのお店で食べさせてもらった記憶があるんですけども、ぜひぜひ、わあ、もうなんか流行る気持ちが出ました。これ、あ、いいですか。はい、どうぞ。ドワーン、キュウリ1本丸まま。これは地元のキュウリですか。そうですね、大洲さんのキュウリ、新鮮なキュウリを、はい、家内があのもう本当に一夜浅漬けさせて、浅漬けのキュウリが入ってる、はい、でちょっと中身ちょっと見ますけど、このあのクリームというか、クリームじゃない、ソースというかが絶妙なんです。和風ドレッシングですね、はい、中にあの大葉がちょっと隠し味が入ってます。あとは、ソースの配合は企業秘密。あ、それはそうですよ、これ真似されたらいかんけど、真似ができんと思うけどね。これ何年前からでしたっけ。もう何年前になりますかね。僕最初の年にあの立ち上げた時にもう本当タイミングよく楽さんに食べていただいて、これはビールの魚にいけるとかって褒めていただいたの で、それから気を良くして毎年家内が手作りで作っていただいて、申し訳ないです。誠屋さんの2022夏初キュウリドッグ、私がいただきます。いいですか。どうぞ召し上がってください。
これ味変わってないですか？なんなんやろか、もう。いや待ってました、これ夏ですね、夏これやね。ありがとうございます。一夜漬けのきゅうりがこれ生じゃいかんし、そうですね、でもっと古漬けみたいに使っとっても酸っぱいし、そう、辛いしで、この企業秘密のソースがもう最高。ありがとうございます。はあ、で今日はですね、はい、ちょっと夢がありまして、はい、これも本当に特別に、はい、あのお願いして今からやるんですけど、はい、そこのコンビニで、はい、買ってきたんですよ。ナイスですね。もう本当は店頭でこんなことしたらあれなんで、いや特別ぜひぜひ、もうあの召し上がっていただいて、これでいきたいと思います。まずはこれで、うん、こうやっといてからの、ベストパートナーですね。美味しいですか？最高。すいません。俺ね、うちの家族も好きやし、今カメラを回してくれてる、今日は女性が撮ってくれてるんですけど、この方も好きやし、今日はあのこれをエイサーについてきてくれたんです。嬉しいな。あの姫三郎とかみんなあの今日無理やってお願いしたら二つ返事です。ありがとうございます。いやこれ、あれだからもう一回言いますけども。土曜日限定ですが、7月のいつの土曜日からっていうのはちょっとまた決まり次第ということで。そうですね。もう毎回去年なんか売り切れ。売り切れてますね。もうほとんど予約で終わった日もありますし。あ、そうか。どうしても欲しい方は予約ができる。そうですね。でもね、今叶えと話してたんですけど、あのご一人様3本ですよね。やっぱみんなにこう、はい、ぜひ食べていただきたいので、夏の味なので、まことやのあのまあ一人3本までの予約にさせていただいたらというお願いです。わかりました。ね、今年もめちゃめちゃ暑くなりそうですから、そうですね、もうこれを食べてね、でビール飲んで乗り切っていただきたいと思います。僕も飲みたい。ごめんなさい。ありがとうございました。はい、本当にありがとうございます。あの夏野菜は体冷やす作用もあるんですかね。そうです、はい、うん、パン自体がやっぱうまいから、これ自体がうまいと思います。ありがとうございました。今日すみません。とんでもないです。ありがとうございます。Mm-hmm.